このまま。全員が見えない状態でサッカーするので平等なんです。弱視だからプレーしやすいとか全盲だからしづらいとかじゃなくて、全員見えないから、同じことができるので、みんなが楽しめるサッカーだ。こうした仲間がですね、しかも自分が生まれた広島というところにできたことを、とても嬉しく思っています。